あとあの花を飾ります。15年間川西小学校でお世話になります。何でもあのお店にある時代なんですよね。便利な反面、不品添加物が入っていたり農薬とか、できればやっぱり家で料理をする方がやっぱり食べ物通信っていうのにちょっと関わってて、この中からあの資料を取ってきたんですけども、ここにね、野菜の力で生命力アップって、植物ってやっぱある意味ですごく強くてね、あの自分で自分の身を守る力を持ってるんですよね。あのいろんなこういう野菜をね刻んで、この片手にここにいっぱいね、まあ、最低それぐらいは食べましょうということであの言われています。でこの最初に戻っていただいて、孫は優しいの、孫は豆の豆、豆、大豆とかの豆で、ごまのごまです。あの、わーっていうのはわかめをしたいというか、海藻を食べましょうということで、やーは野菜でね、さーはあの魚のさーで、イワシアジ、ヒーはあの椎茸に代表されるんですけど、キノコを食べましょうということで、イーは芋類で、ジャガイモやさつまいも。で、これで孫は優しい。七色野菜のパワーっていうのがあるんですけれども、まあ、いろいろな野菜を、食べましょうということで、これもまあ元気のもとなんですけれども、書いたりしますけど、この頃ジュースにしてます。同じ効果、うん、だからね、あのまあジュースにすると酵素も野菜の酵素も生きてるしいいんだけど、ただあの効果としてはまあ一緒ですけどね。ただ繊維をジュースにする場合は繊維を一緒に食べちゃう。それだったらやっぱりあのお砂糖って1日ね 50g 以上取るとあの体に触るって言われてるんですよね。だからやっぱりもう下手に飲んだらすぐ 20g ぐらいジュースにするとね、たくさんのあの砂糖を取り込めるので、やっぱあんまりたくさんね飲まない方が、喉があの乾いたらお茶を飲む。自分の唾液が自分の体にとってすごくいいっていうのは最近また言われてますので、あのやっぱり噛むとやっぱり唾液が出るので、あのゆっくりね、食事時間をゆっくりとって、しっかり噛んであの飲み込むっていうようなことも昔は細い芸術してたら変わったそうですあの家族にはですね、また資料をあのお家に帰ってゆっくり見てもらったらいろんなこと書いてますので、あの読んでみてください。どうも、また大したお話できませんでしたけど、どうもありがとうございます。作ってるこのハウスの春菊を、まあ、子ども会皆さん毎月あかねサロンにあのごちそうくださいますようによろしくお願いします。ほんであのいろんなこんな催しもさせていただきますので、皆さんできるだけお参加をお願いします。